エッカート・モークリー・コンピュータ・コーポレーションはかつてアメリカ合衆国にあったコンピュータメーカーである。ジョン・プレスパー・エッカートとジョン・モークリーが1946年3月に創業し1947年12月22日に設立された。エッカートとモークリーはペンシルベニア大学でエニアックを構築した後、インクを設立し商用。 軍事用の新しい設計のコンピュータを構築した。当初はエレクトロニックコントロール、カンパニーと称していたが、設立時に社名をエッカート・モークリー・コンピューター・コーポレーションに変更した。1950年、同社はレミントンランドに売却された。レミントンランドは後にスペリーと合併してスペリーランドになり、現在はユニシスとして存続している。 モークリーはインクを設立する前に潜在的な顧客のニーズを調査した。1944年の彼はメモを作成し会話の詳細な記録を残した。例えば、モークリーは国勢調査局の官僚ウィリアム・マドーと会い、彼らがどのようなコンピュータを望んでいるかについて議論した。国勢調査局は国勢調査で管理する必要がある。 パンチカードの数を減らすことを望んでいた。この会合の後、マドは実際にエニアックを見学しに行った。また、モークリーはアメリカ陸軍通信部隊のソロモン・カルバック中佐と愛、暗号について議論した。カルバックは通信部隊では多くのより高速で柔軟なコンピュータが必要であると述べた。モークリーはエドバックの潜在的な暗号化。 複合化の能力を慎重に分析することにより、それに対応した。これらのことから、エッカートとモークリーは、自分たちの製品に対する政府の強い需要が見込めると確信した。1946年の春までに、エッカートとモークリーは、ペンシルベニア大学とアメリカ陸軍との契約を結び、すでに大学のムーアスクールレードバックを設計していた。しかし、 大学の新しい方針で、指摘財産権を大学に譲渡するという署名を迫られたことから、彼らは大学を辞任し、これによりエドバックの設計は遅れることとなった。プリンストン高等研究所のジョン・フォン・ノイマンのチームや IBM に入ることを検討した後、彼らはペンシルベニア州フィラデルフィアで自分たちの会社を設立することを決定した。モークリーは、 国勢調査局に対しエドバック2の商談を行い、1950年の国勢調査に備えて1948年にコンピュータを購入する契約を取った。エッカートはムーアスクールのエンジニアを含む社員を雇い、インクは大規模なコンピュータを設計、製造するための野心的なプログラムを立ち上げた。その主な成果は、高速ストレージに磁気テープを使用したことである。 開発中、モークリーは新たな顧客を獲得し続け、ソフトウェア部門を創設した。ソフトウェア部門では、ショートコード用の世界初のコンパイラなどを開発した。インクは、陸軍、海軍、空軍のそれぞれと一台ずつのユニバックの契約も受けた。しかし、マッカーシズムの時代に、共産主義寄りのエンジニアを雇ったとして非難され、これらの契約は、 最終的に取り消された。インクは政府から契約を受けるためのクリアランスを失った。社長兼チーフセールスマンであるモークリーは会社の資産を没収された。彼は告発に異議を申し立てたが、校長会で彼が再び会社で働くことが許可されるまでに2年かかった。それまでにユニバックの製造は予定よりも大幅に遅れていた。 1952年の大統領選挙の結果を予測するためにユニバックアイを使用するためのプログラミングはペンシルベニア州アンブラーにあるモークリーの自宅でモークリーとペンシルベニア大学の統計学者マックスウッドベリーによって行われたキャッシュフローが悪くユニバックの完成に時間がかかったためインクは別のプロジェクトを迅速に行うことにしたそれは ノースロップから受け負った小型のコンピュータバナックである。当初の開発コストの見積もりが非常に非現実的であることが判明し、1948年の夏までにインクはほぼ資金不足になった。しかし、ボルチモアにある電気機械式トータライザーのメーカーで、あるアメリカントータライザーの副社長、ハリー・エル・ストラウスの支援により一時的に持ちこたえた。ストラウスは、 インクの仕事は一般的な意味でも有望であることに加え、レーストラックビジネスに使えるかもしれないと感じ、インクに50万ドルを投資した。ストラウスはインクの取締役会会長に就任し、アメリカントータライザーはインクの株式の40%を受け取った。1949年10月に飛行機墜落事故でストラウスが死亡し、アメリカントータライザーは インクへの支援を撤回した。バナックは最終的に1949年に納品されたが、ノースロップはうまく機能しなかったと主張した。インクでの受け入れテストでは正常に機能していたが、ノースロップはセキュリティ上の懸念を理由に出荷後の製品を組み立て直しをインクの従業員が行うことを拒否した。その代わりに、ノースロップは学校を卒業したばかりの 電気エンジニアを雇って製品を組み立てた。インクは設計の品質を証明した後で、それは完全に機能したと主張している。ユニバックは1952年の大統領選挙の夜に CBS テレビで特集された。エッカートと米国国政調査局のハロルド・スウィーニー、ワルター・クランカイト。インクの納期と費用の見積もりが楽観的であることが、 バナックで起こったことにより証明され、インクは再び財政難に陥った。1950年初頭、インクは売却された。売却先の候補は NCR とレミントンランドだった。レミントンランドが最初にオファーを行い、1950年2月15日にインクを買収し、インクはレミントンランドのユニバック部門になった。最初のユニバックはインクが レミントンランドに買収されて1年以上経った1951年3月にようやく納品されたが1950年の国勢調査には間に合わなかった。しかし、インクの施設内で受け入れ検査に合格するとユニバックで処理するためにパンチカードを満載したトラックが次から次にやってきて紙テープに記録された。 国勢調査局はインクの施設内でユニバックのプロトタイプを数ヶ月間使用した。モーリーは1952年にレミントンランドを退社したが、モークリーとレミントンランドとの契約は1960年まで続き、その間は他のコンピュータのプロジェクトに取り組むことが禁じられていた。レミントンランドは1955年にスペリーと合併し、 1975年にこの部門はスペリーユニバックに解消された。スペリーはスペリーランドを経て現在はユニシスになっている。ありがとうございます。